どうも、ファレリア西野と申します。狼と香辛料第24巻スプリングローグ第7巻を読みましたので、ちょっとお話ししようと思います。今回の話は23巻短編狼とかつての両家のため息にて、サロニアという町の木材の関税に関する話に直接つながっているけど、ここには一つの問題があって、まず23巻は2021年9月に出たので、もう1年以上前のことなんだし、この23巻は完全に短編集であって、短編の間はあまりつながっていない。ローレンスとホールも進展することなく、当時は完全に止まっていた町で解決した小さな事件みたいな感じでしたね。この町にたどり着いたのはそもそも22巻の時のことであって、その22巻が出たのは2019年12月、もう3年前の話だから、より記憶がおぼろげになってしまいます。そういうこともあって、冒頭に前回サロニアの木材云々の話が出た時、私は完全にえって感じでしたね。大したインパクトもなく、ほとんど印象には残っていないので、一旦ざっと読み直してようやく理解できたぐらいだから、最初はちょっと物語に入りきれない感じがしますね。ただ、さすがと言うべきなのか、冒頭のちょっと微妙な印象は、読み進めるうちに確かに払拭されたと思います。ローレンスたちは、最初はサロニアのいざこざに影響されて、トーネブルクの森林監督官マイヤーから、領主の森林開発計画を止める要請を受けました。ホルも当然それを賛成していると。しかし、いざその領主のマチアスと話してみると、別に欲望に目がくらんだわけでもなく、考えなしに計画を進んだわけでもない。もともと仙台の領主は乱世の中、森を守るために莫大の借金を抱えている。しかしコールとミューリーが起こしている変革の余波で、異端疑惑を避けるためにさらに容疑なくされている。その中でカーランという町から森を切り開いて道を作るという提案は、まさに千載一遇という好機ではあり、他に選択肢が残されていないとも言えます。その対価は生じの上だと。ここに来るとローレンスの考えはその漁師の方へ傾いた。これは仕方ないと。そこで漁師の方もローレンスに相談したいことがあり、どうもその提案をしていたカーラン側に疑問を抱いていると。そこで懐かしい名前が出てきました。なんとこの交渉を取っているのはもう一匹の狼、エーブ・ボーランでした。どうもエーブは今コールの名代を自称しているにもかかわらず、欲に溺れてとにかく悪どいことをしていると。コールたちとの関係をいいことに私欲のために利用して、コールの目が届かない場所で悪事を働いていると。正義感を燃やしているローレンズは直ちにエーブのところへ直行し問い詰めろとしていた。しかし面と向かって会ったら、別にそういうわけでもない、もう完全にローレンスの思い込みだった。コールたちともちょっといざこざがあったエーブは、確かにコールに協力していて、カーラにいるのはざっくりというと、宗教改革のせいで発生した避難民を助けるために、船とか家とかのために木材がたくさんいるし、その企画の過程で当面の仕事を用意できるし、カーランもトーネルブルクも豊かになると。計画は至極真っ当だし、別に漁師の弱みにつけ込んだわけでもない。この話をされるとローレンスたちはもうエーブ側につくしかないし、マーチアスとの取りなしを頼まれました。しかしここに来るともう一つ問題が現れた。ともカーランのその取引を邪魔しようとしている連中がいると。それはカーランの商売敵の立場にあるローレンスたちにもゆかりが深い町ケルーベ、そしてもう一人の懐かしい人物、現在ケルーベの最大の権力者、ローレンスの古巣のローウェン商業組合のキーマンに関わっている。ケルーベが実力行使するではないかと恐れているローレンスだけど、その時彼は違和感を感じました。というのはケルーベの動きについては、実はエイブが唯一の情報源でした。ローレンスだってすでに一度やらかしてしまったし、本当にその情報を鵜呑みにしてもいいだろうか。そしてローレンスはマチアスを説得するためにトーネブルクに向かうふりをして、
実はケルーベに向かってキーマに会いに来ました。事情の全貌はここでようやく明らかになりました。ヒーマンとケルーベは別に悪いことをやっているわけでもないし、むしろそちらもコールの味方になっていると。マジアス、カーラン、ケルーベ三方それぞれ持っている情報が不十分なゆえ手こずっている中、唯一全てがお見通しのエーブは嘘こそついていないものの、今の状況をうまく立ち回ってリスクを全て他人に背負わせて大きな利益を得ようとしている。最後、ローレンスはキーマンと手を組んで、ホールの力も借りて、一つの茶番の演出して、エイブに一泡吹かせました。とはいえ、もともと手に入れられたはずの利益を幾分の手放すことになって、ローレンスの提案は、この場合にいる全員が得することです。別に悪いことをやっていないエイブも、素直に負けを認めて、みんなでコールとミューリの冒険について話をしながら、幕を閉じました。今回の特徴が何かというと、もちろんこの手のひらぐるぐる返す構成ですね。謎解きに近いというか、話の段階を進むたびにローレンスたちは新しい情報を手に入れて、それで彼の立場も変わってしまいます。これは本作を今までなかった事情ですね。で、もう一つの特徴を言うと、今回は本当の意味で悪い人がいない話です。もともと狼と香辛料は明確な敵や悪が存在しない作品ですが、今回のいざこざに関わる派閥が善人物事を良い方向に導こうとしている描写がより強調されています。一番強欲なエイブでさえ別に悪いことをやっているわけではないので、敵という感じはあまりない。旅商人のやっていた頃、ローレンスたちが遭遇する事件は利益関係だったり、ホロ関係だったり、そういうのが多かったですね。人助けすることもあるけど、そういうのはついでにやっていることで、人助け中心というわけではない。逆に今回ローレンスたちの旅は、割と立場が弱い人を助けるのが動機というか、一つのテーマになっています。本編の冒険に比べると、あまり衝突することなく穏便に解決することが多いけど、今回はその割に話が結構複雑というか、ややこしいというか、そういう感じだけど、結局はあっさり解決してしまいましたね。この強引にみんなを幸せにする解決法に関しては重いところがないわけではないけど、まあ先ほど言ってた考え方を何度もひっくり返されるという過程こそが今回の要点であって、結果はあくまでおまけに過ぎないという考え方をすると納得はできます。商業の仕組みというより物語の作り、あるいは人物たちを注視するこの考えは別に悪くないとは思いますが、巧妙な策謀とか頭脳戦とかそういうのに期待する方は考えを改めた方がいいと思います。ちなみに私は狼と羊皮紙を読んだことなく、コールとミューリの冒険について全く気にならないと言ったら嘘になるけど、逆にこっちの方がローレンスたちとは全く同じ視点になりますので、それはそれでいいと思います。今回の感想はここまでです。気になる点があったらぜひコメントで教えてください。本チャンネルは今後もこんな風にいろいろ変なことをやりますので、これからもよろしくお願いします。